気軽に懲戒トレーニング今日のテーマは日本語とはティニャラジーですそれでは始めましょう学習方法です私は全部で3回日本文を音読します1回目はゆっくりベトナム語表記振り仮名があります2回目は普通でベトナム語表記があります3回目は 速いスピードで読みます。頑張ってチャレンジしてみてください。それでは始めましょう。日本語は日本で話されている言語であり、日本人のコミュニケーションに欠かせないものです。いかに日本語について簡単に説明します。1、文字と表記。日本語はひらがな。 カタカナ、漢字の三つの文字形態から成り立っています。ひらがなは日常的な言葉に使われ、カタカナは外来語や固有名詞に使われます。漢字は意味を持つ文字で文章を豊かに表現します。二、敬語日本語には敬語があり、 相手に対する尊敬や丁寧さを表現します。謙譲語、自分を謙遜する表現と尊敬語、相手を尊重する表現があります。三、文法。日本語の文法は英語とは異なります。主語が後ろに来ることや動詞の活用形が 多いことが特徴です。4. 挨拶日本語では挨拶が重要です。朝はおはようございます。昼はこんにちは。夕方以降はこんばんはと使います。5. 季節の言葉日本語には 季節ごとに使われる言葉があります。例えば、春は桜、夏は海、秋はもみじ、冬は雪などです。日本語は美しい言語であり、日本文化や風習を理解する上で重要な要素です。日本語は日本で話されている言語であり、 日本人のコミュニケーションに欠かせないものです。以下に日本語について簡単に説明します。1. 文字と表記。日本語はひらがな、カタカナ、漢字の3つの文字形態から成り立っています。ひらがなは日常的な言葉に使われ、カタカナは外来語や固有名詞に使われます。 漢字は意味を持つ文字で文章を豊かに表現します。2. 敬語。日本語には敬語があり、相手に対する尊敬や丁寧さを表現します。謙譲語。自分を謙遜する表現と、尊敬語。相手を尊重する表現があります。3. 文法。日本語の文法は英語とは異なります。 主語が後ろに来ることや動詞の活用形が多いことが特徴です。4. 挨拶日本語では挨拶が重要です。朝はおはようございます。昼はこんにちは。夕方以降はこんばんはと使います。5. 季節の言葉日本語には季節ごとに使われる言葉があります。例えば 春は桜、夏は海、秋はもみじ、冬は雪などです。日本語は美しい言語であり、日本文化や風習を理解する上で重要な要素です。日本語は日本で話されている言語であり、日本人のコミュニケーションに欠かせないものです。以下に日本語について簡単に説明します。1、文字と表記 日本語はひらがな、カタカナ、漢字の3つの文字形態から成り立っています。ひらがなは日常的な言葉に使われ、カタカナは外来語や固有名詞に使われます。漢字は意味を持つ文字で文章を豊かに表現します。2、敬語日本語には敬語があり、相手に対する尊敬や丁寧さを表現します。謙譲語 自分を謙遜する表現と尊敬語相手を尊重する表現があります。3文法日本語の文法は英語とは異なります。主語が後ろに来ることや動詞の活用形が多いことが特徴です。4挨拶日本語では挨拶が重要です。朝はおはようございます。昼はこんにちは。夕方以降はこんばんは。 と使います5季節の言葉日本語には季節ごとに使われる言葉があります例えば春は桜夏は海秋はもみじ冬は雪などです日本語は美しい言語であり日本文化や風習を理解する上で重要な要素ですはい以上ですお疲れ様でした